どうもこんにちは、アンジェロです。皆さん、禁煙続いてますか？僕も禁煙を始めて今3ヶ月経ちました。まあ本当その3ヶ月間は全然吸ってなくて、まあニコチンと今タールからはもうおさらばの日々を過ごしております。で、全然今となってはもう吸いたくならなくて、なんだろう、タバコに支配される生活っていうのは今なくなってきたところですね。で、そんな中で僕がこんな3ヶ月しか経ってないですけど、まあこの吸いたくなくなったぐらいとはもう全然そのニコチンの支配から逃れたっていうので、何やったかっていうところで、まあなんか同じことやったらうまくいくっていう人がいるかもしれないんで、ちょっとまあご紹介できればと思いますんで、ぜひ参考までに。まず一つ目なんですけど、一つ目はこれが一番みんな諦めるとこなんだけど、まあ、まず第一関門として72時間耐えるっていうところなんですよね、禁煙してから。で、そこからその72時間でニコチンが抜けるって多分どのサイト調べても書いてあると思うんですよ。で、その72時間を逆にじゃあどうしのぐかっていうところなんですが、僕が一番やった戦法としてはガム、まあ、これ結構王道だと思うんですよ。ガムと禁煙パイプとかあるんですけど、僕はポケットシーシャと電子タバコ、これで乗り切りました。まあ、今どんなものかっていうのはちょっとお見せしようと思うんですけど、ざっくりこんな感じ、シーシャとなんか電子タバコみたいな。で、これニコチンタールフリーのやつなんですけど、これがねすごいの。もう本当に今まで昔もなんかベイプ、10年前とかかな、ベイプみたいのとかでなんていうのかな、禁煙チャレンジをしてみたんですけど、全くこう喉に入ってこなくて、で、それが多分みんなこんなのタバコじゃねえっつって、なんかこんなんじゃ代替品にもならないって言って、また普通のタバコにみんな戻っていったわけだと思うんですけど、これ結構喉に来るんですよ。シーシャ、ポケットシーシャ、ドンキとかに売ってるんですけど、そう、煙も結構出るんですよね。で、僕直近までアイコスとかグローを捨てたんですけど、そういう人に嬉しいのがこれね。これこれもって言って電子タバコで一緒なんですけど、これね、これこのスティックみたいなやつ、これが完全にもうただアイコスとかグローをの雰囲気を出すためだけのスティックなんですよ。もうで、これが結構喉にくるんですよね。で、このシーシャとあとはガムね、もうこれでどうにか72時間耐える。そしたらもうゴールは見えてくるんですよ。で、72時間耐えると吸いたいと思った時にまあいっかって徐々に思えるようになってくるんですね。で、それが次3日超えたら3日より弱いものが1週間続きます。1週間続いて、それが2週間3週間っていうのを耐えていくと、なんかで気づいたら今まで普通にタバコ吸うルーティンの時はずっともうこれを吸う、飲むっていうところをやっていけば、もうなんか1ヶ月ぐらい経った段階からもう次タバコ吸いたくない、吸いたいと思わなかった。なんか仕事中のサボりだとか、そういったところで時間潰しがてらにこれを使うっていうので、まあ全然いいと思うんですけど、体のニコチンがもう体が求めて、ニコチンを体が求めて仕方ないから吸いに行くっていうところから、もう別にタバコ吸いたいってわけじゃないんだけど、とりあえずなんか時間潰したいからっていう理由だけで僕はこれを持ってるっていうだけなんですね。とりあえず最初の3日耐えるっていうことと、その3日を耐えるためにシーシャとガム、この3つの策でなんとか乗り切れればもう禁煙は成功したと言えるんじゃないですかね。まあもしこれね、ちょっと気になってこれでちょっとやってみようっていう人がいればぜひやってみてください。まあ禁煙はね、みんな何十回も成功してると思いますんで、そのうちの成功の一つに、まあ、なるかならないかっていうのは、まあ、その人次第だと思うんですけど、まあ、何回もいろんなことを試してるんなら1回ぐらいちょっとこういうのを試してみていただければなと思いますんで、僕はちなみにこれで脱却することができたんで、はい、もし参考になれば、はい、ぜひ。ではまた。